はい、どうもめチャンネルです。今日はね、5月9日なんですが、昨日ね、5月8日にですね、 JAL の方からですね、フライオンポイント2倍の特別対応の中止のね、発表がございました。もうね、いろんな YouTuber さんがもうアップされているような状況でございますが、まあ、突然ね、このような発表がございました。まあ、緊急事態宣言も今延長となりまして、まあなかなかね、フライトできない中でそういった特別対応をやってるのはどうかっていう声も上がってましたんで、まあ、遅かれ早かれやっぱりそういった対応も出てくるのかなとは思っていたところでございましたけどね、ようやくね発表というような状況です。いやー、まあね、いずれはこうなるんじゃないかなとは思ってましたけど、ちょっとタイミング的にはね、遅かったんじゃないかなって正直ね、思います。じゃあね、早速ですけどフライオンポイント2倍中止のね、JAL のホームページの方見ていきたいと思います。見てみましょう。はい、じゃあね、こちらがそのページでございます。はい、5月8日更新ということでですね、フライオンポイント2倍の特別対応の中止について、いつも JAL グループをご利用いただき誠にありがとうございます。新型コロナウイルス拡大に伴い実施しておりますフライオンポイント2倍の特別対応につきましては、政府からの緊急事態宣言の延長を受けて不要不急のご搭乗を控えていただく観点から、2020年5月10日までに予約された便をもちまして特別対応を中止させていただきますという記載でございます。まあ、やっぱりね、急に中止というわけにはいきませんのでね、まあ8日発表で8日含めると9日10日と3日分ね、猶予を持って中止という発表がございました。その下の部分ですね、なお2020年5月10日までにご予約された便につきましては、2020年7月31日までの JAL および JAL グループ運航便のご搭乗で獲得されたフライオンポイントを通常の2倍として積算させていただきますと。ですので、まあ期間自体、乗ってる搭乗期間はね、当初発表した7月の31日までに乗ってくださいっていうのは変わりはありませんが、予約取れる期間が、ぐんと圧縮されてですね、5月10日までになりますという発表でございます。でその下の方にはですね、あのポイントの加算例なんかね、ありますけど、まあ搭乗ね控えてくださいということなんで、こちらはね割愛させていただきます。で対象のお客様ということでね、2020年5月10日までにご予約いただき、対象期間中にご搭乗いただいた JAL マイレージバンク会員の方が対象となります。対象期間ですね、これはもう当初発表してた通り、2020年2月1日から7月末日までのご搭乗分までですね。はい、対象路線、JAL および JAL グループ運航の国内線、国内線全路線と、対象運賃はフライトマイル積算対象運賃になります。はい、というわけでね、このような発表がございました。まあ、そもそもフライオンポイントって何ぞやっていう話はね、まあ、また別の動画であげますけど、まあ、基本的にはマイルとは別のですね、上級会員になるためだけのね、ポイントという状況です。ANA の場合はね、プレミアムポイントという名称になっております。はい、まあ、とうとうね、この日が来たかっていう感じですけど、まあやっぱりね、JAL が3月25日にですね、このフライオンポイント2倍の特別対応をやりますっていう発表がありました。 ANA はね、3月の19日だったかと思うんですけどね、発表があった際にはまだね、こういったあの緊急事態宣言の発令がなくですね、まあなんとかなるんじゃないかという部分と、航空会社の方はやっぱりちょっとね、その間でも上級会員になりたいお客様のため、かつね、自社の、まあ、搭乗の顧客をね、獲得するためにこういったキャンペーンをすれば乗ってくれるんじゃないかっていうことをね、考えて打ち出した、まあ、キャンペーンなんじゃないかなと思いますけど、緊急事態宣言も発令されてですね、まあなかなかね、自由に今搭乗できない中でこういったキャンペーンをやるのはどうかっていう部分の声もね、やっぱり上がってましたし、まあ、先日私上げた動画でもね、お話しさせていただいた通りですね、まあマスコミの方でね、取り上げられた中で、あの羽田空港でね、ポイントが2倍になるんで飛行機乗りますね、なんていう方もね、インタビューでお話しされてた方もいらっしゃいますが、やっぱりね、品質買うようなね、発言だったと思いますしね、まあなかなかね、あの自由に今フライトなんか飛行機乗ったりとか、できない中なので、まあ当たりはね、非常に強い部分はあると思いますんで、しかるべき処置なんじゃないかなというところが、率直なところです。まあ、ただね、個人的にはやっぱり発令が受けてね、あのすぐにそういった対応するべきだったんじゃないかなっていうのは正直なところですね。今延長のね、発令が出てからこういった対応ですので、まあなかなか判断っていうのは難しい部分もあるかと思いますけど、まあちょっと遅かったんじゃないかなっていうのは率直なところでございます。でまあ
この9日、10日で予約ね、やっぱりその中でもね、残念なことに、やっぱりフライ4ポイント獲得するためにね、予約慌ててね、取る方っていうのもやっぱり出てくると思いますし、まあだからといって、何かね、罰されるということではないんですけど、なかなかね、判断というのは難しいかと思いますけど、まあ、ANA の方はね、まだこういった発表がございませんが、おそらくね、週明けなんかに同様のね、発表なんかがあるんじゃないかなと、予想されますね。まあ、一日もね、早く、やっぱりこのコロナがね、落ち着いて、自由にね、飛行機乗ったりとかできる日が来ることをね、非常に、楽しみにしたいなっていうところと、まあ、切にね、願っておりますけどね。いつになるんでしょうかね。まあ他の他国なんかではね、ディズニーランドがね、順次オープンし始めたりとかですね、中国なんかはね、今旅行も行ってる方も増えてきてるみたいですしね、まあ結構収束モードになってるところもありますけど、まあ早くね、やっぱり経済活動が日本もね、できるように、今はやっぱりちょっと我慢をして、まずはね、拡大を抑えて経済活動をね、開始できるような状況を作っていくべきじゃないかなと個人的にはやっぱり思います。じゃないとね、やっぱりどんどんこの緊急事態発令も伸び伸びとなったり、経済活動ができないとなると、個人的に営業されている方もですね、やっぱり企業の方としても相当な痛手だと思いますのでね、こういったね、対応ね、いずれにしてもやるんだろうなとは思ってましたけど、やっぱりね、突然やってきますよね。まあ、あとは ANA の方がどういう風に出るのかなっていうところですけど、 ANA はね、6月末までの搭乗分ということで、まあ1ヶ月半ぐらいね、残ってるような状況ですけど、まあおそらくね、同様の処置をしてくるんじゃないかなとは思いますけどね。はい。というわけでですね、まあ急遽こういったね、JAL の方から発表がありましたんで、このように動画撮らせていただきました。この動画がね、ためになった、参考になったという方は、ぜひ高評価ボタンとコメント、気軽に残しておいていただければ幸いです。あと概要欄の下の方に Twitter、LINE、Instagram やってますんで、合わせてね、フォローとチェックよろしくお願いいたします。またね、こういった動画どんどんお届けしていきますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあね、また次の動画でお会いしましょう。